はい、続きましてブロッコリーです。これもね、去年の8月25日に、白菜と一緒に巻いたんですけどね大きくなる前に、寒さ来てね生育止まっちゃいました。でもねこれ結構私の握り拳よりは大きいな、ね、握り拳の 1.5 倍から2倍くらいの大きさにはなってるんでね、これももうちょっと様子見ればね、もしかすると食べられるかもしれないです。ただやはりね遅く巻くとあの虫には食べられなくていいんですけどね、ここはもう、無農薬ですね。一回も殺虫剤かかってません。だからこのままね 春先暖かくなって食べられるようになればねラッキーだよね。ただもうね氷点下ずっと毎日ねマイナスの温度なんで、これがどんどん、花蕾がね、発育すると生育するっていうことはもうほぼほぼできないんで、このままね、なんとか越冬して、3月過ぎてね暖かくなればもしかすると食べられるかもしれないですねまあこれもダメ元でね、処分せずに取っておきたいと思います。まあ花蕾的にはいい花蕾だよね。でももうちょっと大きくしたいんだよな。はい、こんな感じでね、もうちょっと大きくなれば、いいブロッコリーになるのかな。ね、こんな感じでね、結構そこそこいいんですよ。生育は遅いだけでね。はい、ここもね、処分せずに、もうちょっとね様子を見ようと思っております。以上です。